ミッチッコミッチッコとは、1919年に、フレグランスの老舗ゲランによって発売された香水。分類は、シプレー系、スパイシーフローラル調。トップノートは、柑橘系のベルガモと、ミドルノートは、甘いローズ、ジャスミン、ピーチ、ラストノートは、オークモス、ベチバー、シダーウッド、ブラックペッパー、シナモン、アンバーグリス。ジャックゲランが、 信仰のあった作家、クロード・ファレールが、小説の中で、ゲランの香水を取り上げた例に、ファレールの、ラバ太夫のヒロインである、日本海軍海軍大将夫人、ミツ子の名を冠して作った香水。1909年に発表された、ラバ太夫は、年の離れた厳格な海軍大将の妻として、暮らしている年若く魅力的な貴夫人ミツ子が、快活な、 若い英国海軍士官と恋に落ちるが不倫の愛を潔しとせず彼を拒むという筋。死に当たるピエール・ロティのエキゾティスム文学の流れを引くロマンス作品だが現代はロティのアリューという評価が強く本国でもマイナーな作品となっている。たまたま同盟でジャック・ゲランとほぼ同時代にヨーロッパ社交界で活躍した日本人女性空伝法夫伯爵夫人講師が 香水の名前の由来と誤解している人が多い。調工したジャック・ゲランは、ゲランの創業者、ピエール・フランソワ・パスカル・ゲランの息子、エメノイで、最も偉大な調工師の一人として名高い。ジャック・ゲランの生み出した香水は、リュ、ルール・ブルー、シャリマー、夜間飛行など、現代でも広く愛される名刺なぞろいだが、ジャックに才能を見出された孫のジャンポール・ゲラン、ジャンポールに支持し、ゲラン一族以外で、 初のゲラン、グローバル大使に任命された、ロジャダブが共に、ミッチッコゲランを代表する香水としている。シプレー系香水の生みの親である1917年に発売されていた、コティシャのシープルの影響を強く受けた香水の一つだが、シープルの皮やタバコを思わせるハードな調合に対して、ミッチッコは、アルデヒドシー14個とガンマウンデカラクトンの甘い、桃の香りを存在感のある。 オークモスと温かみのアルパチュリーに合わせて、感能的だが媚びない気品のある印象を生み出している。アルデヒド C14 を初めて使った香水としても有名。女性名を関する香水だが、他の多くのシプレー系と同様に男女共に使うことができる。有名人でも、喜劇王、チャーリー・チャップリンから1930年代のアメリカのセックスシンボル、プラチナブロンド、 ジーン・ハーローまで男女問わず愛用者は多い。ミチッコの影響を受けたとされる香水には、ロシャスのファム、バレンシアガ社のカドリーユ、イブ・サン・ローラン社のイブレス、ザ・パーティー社のザ・パーティーなどが挙げられる。ポール・バーンの実際のおけ手紙。ディアレスト・ディアレレ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 レアンフォア・チャトリー・ディスイズ・ザ・オンリー・ウェイ・ツー、メイク・グッド・ザ・フライト・ファル・ロング、アイ・ハブ、 Di you a n 第2話、Wipeout My Object Humiliation.I love you. 0-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 0. レイ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 。Paul, you understand that last night was only a comedy. ありがとうございます。